皆さんこんにちは、フェリシティです。マクドナルドのハッピーセットにトミカが出てますけども、毎年恒例の、2日間だけもらえる DVD についてくるトミカチケットと、この部分ですね、交換できるトミカをもらってきました。ラモルギーニ、アベンタドール、クーペなんて言い方ついてたかな、この前、これまで。レーシングラインの入ったアベンタドールですけども、なんか完全に白い下地に赤じゃなくて肌色みたいな感じの縁取りがされてるんですね。個人的には去年のようなパトカーの方が良かったですけども、こちらが通常版のとの比較ですけど、サイドにも薄い黄色のような感じのラインが走ってますね。このサイドの黄色とこの正面の、同じ色なのかな。赤の縁取り部分ですけど、赤があるから違った色に見えるだけなのかって感じですね。まあかっこいいんですけども、限定品としてはちょっと地味かなって感じもします。トミカチケットを切り取って持っていって、税込み2500円分以上購入すればこちらがもらえますね。あの対象店舗でです。でも去年までこのトミカチケットをもらえる曜日の次の週に行って、店に行ってこれを交換するって感じだったんですけども、これ当日ですね今回。しかもこのご時世に、ちょっとこれ当日はやめてほしかったですね。でこちらがハッピーセットのトミカですけども、個人的にはあのハッピーセットのものは乗用車よりもあの大きめのトラックやバスもらえた方が嬉しいんですけどね。アースグランナーの、まあ、GTR。 そうですね、今回だったらまあ これ以外どれかの方が良かったですね、個人的には。もうトミカチケットももらっちゃったんで、次はもらいに行かないかなって気もしますけど、特にこれは集めてるわけでもないので。第2弾もちょっとこの恐竜が乗ってるやつだけ興味ありますけど、少しだけ。新しいカタログ出てましたね、2020年の。この前は2019-2020だったんですけども、まあこの前出たトミカヒストリーセレクションに出てたような、カタログに出てるような文章って言ったら、もうまさにカタログに出てましたね。今度出る50周年記念のシビックタイプ R と GR スープラと GTR 出てますけども、あんまり50周年と記念したトミカ自体のお知らせがないですね。前回カタログにフェラーリショールームがないので、もしかしたら絶版になるかもしれませんよって話しましたけど、今回も載ってないんですよね。よくよく調べてみても、どうなんでしょう。
カタログ外で売るって感じで別に載ってなくても関係ないんでしょうか。一応この一般のラインナップは5月の新車まで載ってましたね。日産スカイライン、でこのお魚いっぱい魚市場セット、あと気になったのは トミカプレミアムのアストンマーチン DB5、 ボンドカーですよね。ボンドカーと名乗らずにボンドカーとして出せるのはすごいいいですよね。これあと 365GTS4、 まあこれフェラーリデートナーですね。でも黒はちょっとな、黄色か赤が良かったですね。で、トミカプレミアム RS にランボルギーニミューラが出るんですね。いや、RS よりもミューラは普通にプレミアムで出してほしいんですけど、どうなんでしょう。出るのかな。で、下にトミカプレゼンツブラーゴってありますけど、これは何でしょうかね。ブラーゴの商品をタカラトミの販路で売るってみたいな感じなんでしょうかね。これはちゃんとドアミラーつけたままで売ってくれるんでしょうか。じゃあなんかそれならトミカも別につけてもいいじゃないかって感じはしますけどね。でフェラーリショールーム、この場所にも載ってないの で、あの2回続けてカタログに出てないってことはやっぱり絶版になるような気するんですけど、どうなんでしょうね。普通に売ってますけどね。今まで50周年記念コレクションの続報とかそんなのは全くないですね。あれって本当に6台だけで終わるのかもしれませんね、ひょっとしたら。それこそじゃあ40周年の4回目の40周年から続く4回目の商品化みたいなもんだったんでしょうかね、結局。まあまあ今回はこれをもらえて安心したというだけの話ですね。一番近くのマクドナルドもショッピングモール内にあるので5月6日まで休業なんです。遠くまで行って買わなければいけなかったですね。はい、それではまた次回紹介したいものがありましたら紹介します。どうもありがとうございました。失礼します。